どうもー。応募しちゃったわ。マジで？いや、こんな貴重な機会応募するしかないやろ。なんか繋がった。あ、そういうこと？応募してくれたってこと？俺が応募したら思わなかったやろ。うーわ、泣きそうやねんけど。そういうこと？嘘。ちょっと、大学の時の、てかまあ、高3からの友達です。ヒロに曲を作る。マスクを一発で。やばいなぁ。どんな曲を？逆に緊張するわ。せっかくのこの機会やし、うん、やっぱりこの白瀬と俺とのこの間柄とか、関係性っていうのを曲にして、それが誰かのこう、また頑張るようなこうきっかけとかになったらいいなと思って。それ書きたいことが逆にいっぱいあるな。はじめ、なんかこう、このもらったワードちょっと見させてもらって、重いなぁ。嘘。高3の時に出会って、あの、ずっとトレーナーをやってくれてるヒロくんが、なんと応募してきました。なんか恥ずかしい。だから運命が交わって一緒に仕事してる今とかがいだったんや、うん。そういうことや。そうなんですよね。あの、大学1年の時に、俺が上京する時に一緒にいつか、仕事しようねって言った軽い口約束をしたことを、うん、あの大学ちゃん卒業したヒロと今一緒に叶えてね、うん、一緒に仕事してるから震えてんな俺。だから運命が交わって一緒に仕事してる今って聞いたの。今の思い出で一番って言ったら何やと思う？大学入ってすぐ。俺らのその大学ってスポーツ大学特殊やったやんか、うんうん。授業が始まる前にキャンプ実習っていうのがあって、同じグループやってた。そうやな。で、歌やってたの知ったから、うん、なんか、まあ大学生で悪ノリでさ、ちょっと歌ってくれよみたいな。で、夜中にあの10人ぐらいが班やったけど、うん、ちょうど、なんか、配線？船だ。船だったね、うんうん。が置いてあって、その上に、そこ立ってステージあるやんつって、歌ってやんつって。で、あそこで、でも全員がもう号泣したんや。なんかあのあそこで俺はもう一発でファンになったから。うわ、第一稿ができたんですが、うん、俺が初めてヒロに歌った18の時に、うん、船の上で歌ったみたいな気持ちで聴いてください。じゃあ開いてもらおうかな。いつか僕らの日々が一曲になるとしてって曲。そう、いいタイトル。じゃあ行きます。いつか僕らの日々が一曲になるとして、今まだイントロでこれからいいとこが始まる。無茶ぶりもわがままも一緒に過ごした時間も曲で言えば A メロかな。バカやっていたいね、ずっとずっとあの日の約束をたった一つだけど叶えたよね。ねえ、まだ叶えてないことさえワクワクで、あの日から変わって変わらなくて、君がくれるのはいつもこれまでじゃなく、これから一緒にどんな明日を僕ら見に行こう。いつか僕らの日々が一曲になるとして、ささびが来るよ、どんなメロディーを描こう。離れ離れてた時間、
意味があったってわかるよ。いつかまた会おうぜって言葉本当にできたよね。一緒に走ったこともあの日に起こした事故も汗も傷も僕らでしょう。運命って言葉僕には今わかったよ。同じ明日を見ることと約束の掛け算だったよ。いつかこうしようぜと言ってる今のこともいつか叶えよう、一緒に叶えようね。目指してたことや欲しかったものを大人になっても忘れないでいようね。書き直した B メロ直さなくていいよ。それが僕らの時間だから。君がくれるのはいつもこれまでじゃなくこれから。一緒にどんな明日を僕ら見に行こう。いつか僕らの日々が一曲になるとしてさあサビが来るよ、サビが来るぞ。僕ら描くのいつもこれまでじゃなくこれから。一緒にどんな明日を僕ら見に行こう。いつか僕らの日々が一曲になるとしたら未来へ続くようなこんな歌にしようか。いつか僕らの日々が一曲になるとしてという曲でした。ちょっとまだ震え止まらんけど手持ってるのはやばいけどどうですか。いや最高です。俺にとってもこれは最高。いやめちゃめちゃやばいな。どこ好き？全部やばい。マジ全部やばい。これが曲なんのかなとか親言葉をいっぱいこう、あげたけど、こう形になったの見たら、もうそれだけでやっぱり感動やな。